ネットワークコミュニティを活用した DX 推進による都市農業振興と人材育成について紹介いたします。私は明治大学の岩崎と申します。最初に研究の背景について紹介いたします。農業就労者の減少と高齢化が顕在化し、スマート農業技術は省力化を進め、生産性を上げる取り組みとして期待されています。しかし、農業への関心を高め、新規就農を志す人を増やす取り組みや、農業生産を支援する人の受け入れは不十分です。ここで都市農業の特徴について説明いたします。都市農業というのは、都市や市街地の農地にて営農される農業のことです。従来は、農業イベントを通して息抜き、レジャーを提供する場として認識されてきましたが、食料生産の場として重要視されることはありませんでした。都市農業の特徴は多様性と人口の密集です。人口の密集というのは多彩な人材の宝庫であることだし、多様性というのは、収益を上げるため、独自の品種や有機栽培、有機栽培、直売やレストランとのコラボレーション、地域ブランドの加工品生産など、多様な取り組みを行っている生産者が多いということを、言っております。結果として、都市は多彩な人材の宝庫であり、新規就農者を増やすことに適した条件が揃っていることであったり、新規就農志望者の入り口として就農支援、企業支援につながりやすいということがあります。このスライドは本提案のコンセプトを整理したものです。都市農業を振興するために、スマート農業技術を導入し、DX を推進し、そのプロセスを通して新規就農者の増加を図ります。都市農業では高齢の生産者が多く、家族経営で規模が小さいので、新技術の導入に意欲がなく消極的です。生産効率は低いですが、スマート農業技術の導入も進んでいません。本提案の特徴は、生産者に対して直接スマート農業技術の導入を進めるだけではなく、地域の研究機関や大学が拠点となって地域支援者、JA の指導員や普及員のことです。や、市民、学生に対して研修や教育を行い、彼らによる支援を通して技術の浸透を図ることです。本提案では2種類の支援方法を実証しています。1つはプロによる支援、すなわち JA の営農指導員や県の普及指導員など、いわゆる現場支援のプロによる支援です。もう一方は、いわゆるアマチュア、素人による支援で、これは農業に関心のある学生や市民が大学などでスマート農業技術の実習や研修を受け、インターンシップやサークル活動として生産現場の支援を行いながら、スマート農業技術の活用導入を進めます。都市農業の支援を通して、学生や市民の農業に対する理解と関心を高め、新規就農者の増加につなげます。具体的にはこのスライドのような形になります。都市農業を支援する DX 推進ツールとサービスを中心として、データの収集、解析、共有ということを行い、普及指導員、JA の指導員、それから学生市民が生産者グループとコミュニティを作り、現場の支援を行う。その過程で、自分たちは農業のことを深く知り、技術や知識を蓄えるということが可能となります。結果として、新規就農者を志す人が増える、農業生産に関わる人が増えるということを狙いとしています。このスライドは、川崎におけるネットワークコミュニティを活用した生産現場の支援について示したものです。学生や市民が大学の農場で、研修や実習を行い、DX 推進、DX に関わる技術や知識を習得し、その後、地域の生産現場を訪問し、生産者の方々と直接やり取りする、コミュニケーションを取る、あるいは作業の手伝いをするといったことを通し、生産現場の状況を深く知る、農業に対する関心を高め、または、生産者になる、あるいは農業生産に関わる人を増加するといったことにつなげていきたいというように考えています。このように、このプロジェクトでは、都市農業を振興するというプロセスを通して、市民や学生が、生産現場に直接関わり、生産者と直接的なコミュニケーションを取ることによって、
農業生産に関する関心を高め、結果として新規就農者が増加するということを狙っています。以上で発表を終わります。